これ面白いよって言い出しては宮崎駿だったんですよ。でそれはやっぱり世界が混沌としてきてるしっていう時にそういう女の子の存在っていうのはね、僕は役に立つと思ったんですよ。ただその自分がどうしたいのかとか、どうしていきたいのか、どうやって生きていきたいのかとか、でそのためには何をすればいいのかって考えることをやめないっていうのが大事なんじゃないかなと思うんですよね。ある種自由がなくなる、うん、自分たちがやりたいことをやれない、大人たちを操るぐらいの方が今いいんだろうなって思ったってことですよ。キャラクターの芝居をちゃんとできるアニメーター集めなきゃいけない、これは結構大変だなと思ったんですよ。まで、CG に対しての印象っていうのはやっぱり表情が硬いとかそういうのはやっぱり言われがちなんですけど、今回はそれをなんとか乗り越えたんじゃないかな。特にみんなに見てもらいたいのはキャラクターたちの演技と表情ですかね。イギリスの日差しが日本と全然違ったので、それでどのぐらいこう緑の中で人に反射するかとか、なんか一緒に行った人たち、ソウォルズっていう地方なんですけど、ああいうディティールの写真があるとモデラーさんにより具体的にこういうものを作ってほしいとか、今までジブリではね使ってないちょっとロックな音楽がやれたらいいなっていうこともあったん で70年代ってやっぱロックは多分面白かった時代で、その感じが取り入れられるといいなと思ったっていうのはあります。